こんなに空席があったのは初めて。 A がね連続したのが結構あって4つ続くことはねまず滅多ないんですよ。めちゃくちゃレアです。そうでは始まりました、もちちチャンネルです。今回がですね、第244回トイック、ね、受けてきて、どんな感じだったのかっていうのを話そうかなと思いますね。まあなかなか面白かったですね。今回初めて行く会場だったんですけど、こんなに空席があったのは初めてですね。で他のまあ今日昨日生放送したんですけど、そしたら、別に、東京だけじゃなくて関東いろんなところがやっぱ空席が目立ったということですね。なんか普段行ってる会場でも、すごく空席が多かったですよって言って、まあ台風の影響が一応出てるんじゃないかなっていうのがまあ予想ですね。他の人たちも言ってたんで、いやすごかったです。初めてですね、自分の前もいなかったし、後ろがボワッといなかったですね。こんなにいないこともあるんだなっていうぐらい、だいぶ人がいなかった回ですね。で他のコメントを来た人たちもみんなですね、だいぶいなかったですって来てたんで、どうだったですか皆様の会場は。いなかったんですけど、ただなんかね美人率が相当高かったと思いますね。多分こんなに人がいない中で、不思議ですね。なんでだったんでしょうね。はい、東京不思議ですね。まあその中でも外国人率もかなり高かったと思います。でそんな中で一番すごかったのが右前にいたですね、中国人のですね女性の人がすごかったです。まあ、わかんないですね、大学生くらいの人なのかわかんないですが、全部音読したんですよ。ですか問題のね、まあ、試験開始前からだいぶすごい一生懸命勉強してたんですね。もうなんかこう英語でノートがあって、英語で片方書いてあって、もう片方を中国語で書いてあったんですけど、それを一生懸命こう読んでるんですよ、音読しながら。で試験始まって、まあ、リスニングが当然音読とかないんですけど、リーディング始まってパート5から全部音読しました。すべて読んで選択肢も全部読むっていうですね。いやーすごい。一番前なんですけどね彼女。しかし試験官は気づきもしなかったですね。なので最初から最後までずっと読み、できないやつにはみたいなですね、ため息と独り言が混じる中ずっと読み続けました。多少ね音読する人っていうのはいたりはするんですけど、ここまで全部やったのは初めてですかね、見たのはね。まあ、ちょっとね外国人の方もねルールやっぱり知らないといけないですか。そうそう、中国の人って大体試験終了ですって言っても塗り続けますので、はい、まあ、もちろん彼女も試験終了しても塗り続けてました、はい、それはまあ当然というか、まあ、自分自身韓国で試験いろいろ受けたんで、トイックじゃなくて韓国語の試験も受けて、で韓国語の試験ってほとんど中国の人なので、それでみんな止めないしかそもそも設問配られたらみんな見始めちゃうでそれをこう試験科とかボンってですね、止めていく。でそれで止めてもうまた見ちゃうっていうですね、そういう人たちがいっぱいいて、終わっても全然周り鉛筆置かないめちゃくちゃ面白かったですけど、見ててですね、まあまあフェアじゃないと思う人にとってはイライラでしょうけど、もう笑っちゃうぐらいみんな置かないからペンを、ものすごく面白かったですけど、まあ、まあまあそういう感じなんでですね、ぜひその辺の徹底ももうちょっとトイックしなきゃいけないんじゃないかな、日本でやるからにはって思いますけど、一応しおりはそう前から2番目の席だったんで、今回ですねなんか貼ってあるの見えたら英語だけじゃなくて韓国語中国語もありますって書いてありましたね。なんでね今度外国人のふりしてもらおうかなって思ってますけど、ね、今回の試験監督は、いい感じの人でした。珍しくなんかこう熱い感じのですね、人のなんか熱い感じでなんか怒ってきて、うー嫌だなっていう感じの人もいるんですけど、高圧的でもなくなんかこうフレンドリーな感じで熱い感じの人だったんで、まあとっても良かったかなと思いますね。一回ねかわいそうだなと思ったのが、受験票集めるじゃないですか、受験票集めてって束になったやつを落っことしちゃってですね、ババババババってなって、わーってなってるのが、ね、ちょっとかわいそうでしたけど、まあ良かったんじゃないかなと思います。結構昨日のライブでもいろいろあったのは、そう寒いっていうのですねが結構あったんで、そうです、これ温度
は管理できるようにしておくことが大事だと思いますね。冷房が結構いろんな会場でついてたらしいですので、寒くて、あ、そうそう、その中国人もこう寒い寒いところでやってましたからね。なんて、ぜひですね、寒さ暑さ対策をしておくことをお勧めします。ね、まあ、気づいたことといえば、そうそう、 A がね連続したのが結構あって、A のも、そう、 A っていうのが全部連続するとね、選びづらいというか、なんか間違ってんじゃないのって思いやすいんですよね。だからその辺もちょっと今回 A の連続がかなり多かったんで、その1個注文中、そうそう、10個、1列10個じゃないですか、10個の中で A が6回出てきた列もあって、だいぶ、これ合ってんのかなって心配になっちゃいましたけど、あのですね、まあ自分を信じてやってください。4つ続くことはね、まず滅多にないんですよ。めちゃくちゃレアです。3つ続くことはよくありますので、今回はね A 続きが2回あって、その後に B が3回っていうのが出てたんでね、ちょっとねびっくりしたんですけど、まあそういうことはありますので、そうそう、最後の問題、塗り絵って言ってね、全部 A にするとか B にするとか C にする、 D にするってやつですけど、無駄ですから、必ず10個中に ABCD 全て出ますので、出ないことはまずないので、はい、それぐらいあのばらけて作られていますので、最後の10問に ABCD 全てが入ってないってことは一度もないので、はい、なのでどれかを一生懸命全部に塗ったところで変わりません、はい、ということでした。はい、こんな感じですね、まあ、皆様もですねいろんなハプニングあったと思いますので、ぜひですね、まあ、昨日もコメント欄でねすごい咳して、それでゴホゴホうるさくて、で途中でリスニングの途中で退出したとかっていう事件が出てたんで、これなかなか大変ですよね、はい、っていうこともあると思いますので、ぜひですね、なんか面白いのがあったらコメント欄にください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.